俺はトレーニングが嫌いだ。本当は今すぐ投げ出したい。モチベーションがないならやめた方がいい。気持ちが全てだろ。自分より切れてる体のやつが気に食わない。もう限界だ。でもまだ終われない。生きてりゃ辛いことも逃げ出したくなる時もある。そんな時はこれしかないだろ。ほう、100キロ8レップか。俺は12レップいく。もう筋肉が限界って言ってる。限界？ザレ言言ってんじゃねえ。ここはエニタイムだぞ。あの上腕筋野郎を超えていく。筋肉を落とさないために。昨日の俺を超えるために。ナンバーワンになるために。今米抜いてるんですよ。